はい、熊倉でございます。VR の、業界のですね、先駆者であるハコスコさんをですね、紹介させていただきたいと思います。で、VR の業界ですね、マネタイズが難しいっていうふうに言われていて、誰聞いても2年先、3年先でしかビジネスが起きないよっていうふうに私も思っていたんですけど、藤井さんご夫妻にあって、マネタイズがすごく変わりました。で、藤井さんはですね、名社さんであってですね、で研究者であって、それで、お二人で、経営をされているという会社でですね、トラクションを作りながら、VR の世界をですね、日本の中で、どんどん切り裂いて作っていっているということで、惚れ込みまして投資をさせていただきました。藤井さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは、ハコスコの平です。今ご紹介にありましたように、私はもともと眼科医で、そこから脳の研究をずっとしています。で、今は理化学研究所というところの脳科学研究センターでチームを持っているんですけれども、その中で、実験のツールとしてバーチャルリアリティ、僕らは SR と呼んでいる技術なんですけど、開発しまして、でその技術が非常に面白くて、実際試していただくと、ほとんどの方、ほぼ 100% 近い方が目に見えている、本当はそこに存在しないんだけれども、そういうものがあるとしか思えない、もしくはあるのかないのか区別が全くつかないという、そういう技術が、作ることに成功したんですね。で、その技術が非常に面白いので、なんとか世の中に出そうと思って3年ぐらいデモをずっとやってたんです。何千人もの人に体験いただいてたんですけれども、実際それを使ったビジネスをやろうという人が一人も現れない。なので、じゃあどうするのかっていうと、俺がやるしかないっていうので、理化学研究所が理研ベンチャーという仕組みがありまして、それを利用して、2014年に起業いたしました。で、今は3年目ですけれども、初年度は5000万弱、2年目で倍、そして今3年目の半期経ってますけれども、去年の倍ですから、おそらく4倍、初年度からしたら4倍ぐらいに、昨年度からの4倍ぐらいになるんじゃないかなというふうに期待しています。で、私たちが、提供している VR プロモーションというのは、B2B のビジネスです。で、VR というのは皆さんこの中でいわゆるハイエンドの VR、 オキュラスとかバイブとか経験されたことある方どれぐらいいらっしゃいますか？あ、すごい、非常に優秀ですね。この間筑波で授業やった時は1割ぐらいしかいなかったので、非常に皆さん素晴らしいですね。で、ところがそういうハイエンドの、デバイスというのは非常に高価です。ですから誰もが使えるというものではありませんし、そのためマーケットはすごく小さいですね。ところが一方、スマートフォン、皆さんが持っていらっしゃるスマートフォンを使うと、バーチャルリアリティの入り口に簡単に立つことができると。で、そのために僕らはまずスマートフォンのボトムアップの VR ビジネスを始めようということで、始めました。で、仕組みは非常に簡単です。スマートフォンを中心とした、アプリですね、これはビューアーアプリ、そしてスマートフォンを入れて使う理由は、これ段ボールで作りました。これ非常に安価なので、ここにプリントをすることでプロモーションで使っていただける。そしてコンテンツ、この3つをきちんとしたクオリティでつなげてワンストップで提供するというのがハコスコの、強みだと考えています。で、これまでプロモーション事例、ここに本当に一部しか書いておりませんけれども、多くの企業様から、プロモーションで利用していただいています。で、ビューアーですけれども、最初は1種類だけから、今は、ダンボール製のビューアーが何種類か、3種類と、あと樹脂製のビューアー、これも2種類提供しております。で、表面にオリジナルプリントをこういうふうにプリントすることで、それぞれのスポンサー様がお金を出して、それを販売する、もしくは無償で提供することで、ユーザーに届きやすくすると、そういう仕組みでやっております。で、こちらのハコスコ、ダンボール製の無地のものは Amazon で1000円で売ってますので、まず皆さんがバーチャルリアリティを体験したいとなった最初の時は、1000円から始めることができるというのがハコスコの、サービスです。で、もともとはですね、このビューアーと、シンプルなプレイヤーだけだったんですけれども、そこから様々な機能を実装してきています。
でまずハコスカアプリですね。ハコスカアプリというのは、僕らは VR の世界、VR の世界とつながる窓だというふうに考えています。ですからバーチャルリアリティで、よく言われるさまざまな表現手法をすべてハコスカアプリの中に実装しようというのが現在のステージです。で、まずですね、ビジネスをする上で一番大事なのはやはりその、使っていただく事業者さんが、これは自分たちのものであると、で自分たちのコンテンツしか表示できないというようなサービスです。ですから、このように、専用のチャンネルを販売しております。だいたい、1つのチャンネルが年間10万円。で、そこでそれぞれのカスタマイズ可能なページを提供しています。そしてコンテンツをですね、従来のデジタルコンテンツというのはマネタイズすることが非常に難しかったです。ところがハコスコとセットにすることでハコスコを販売してそれに、コンテンツがついてくるということで、そのような限定配信の仕組みを持っています。でさらにですね、 VR ツアーという一般的にバーチャルリアリティで使われる技術の、ツアー形式のものもハコスコアプリで全て実装しております。それからですね、あとですね、マルチレイヤー機能といって先ほどお話した SR という機能も、実装しております。でそれからですね、自由視点映像、これは、KDDI 様の技術をで、あらかじめ撮影しておいた、映像を好きなところから見ることができるというそういう技術をこれからハコスコアプリの中に実装していこうとしています。というわけでハコスコの特徴ですけれども、 VR プロモーションをワンストップで提供する、世界でも非常に、少ない、ビジネスをやっている会社で、物と連動したデジタルコンテンツ配信をやっておりますので売りやすいということですね。で、広告のない360度映像体験に特化した UI で、さまざまな使いやすい、ビジネスパッケージを用意しているので、皆様にご利用いただけるとありがたいと思います。ありがとうございました。皆様どうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。もう少しです、B2B、私ホームページを拝見してましたら、いや比較的 B2C に近いところと思ったんですけど、まあ、当然のことは B2B2C だと思うんですけれども、B2B に特化しているというのをご説明ございましたけれども、はい、もう少し詳しくその部分を教えていただけますか。そうですね、従来画像を使った、プロモーションというのが数多く行われてきましたけれども、それをバーチャルリアリティの360度動画に特化した形で提供するというビジネスモデルです。ですから、B2B2C ですけれども、 B2B のその B と C をつなぐところがプラットフォームが今までなかったんです。なるほど。ですからそこをハコスコで提供して B2B2C のビジネスが、プロモーションできるようになったということです。どうもありがとうございます。はい、その他ご質問ございますでしょうか。それでは質問を終了とさせていただきます。